77号では75号で組み立てた天輪を車体へ組み込みます。今回付属するパーツです。最初に75号で組み立てた幅広天輪の縁にパーツ A の幅の狭いゴムタイヤをそれぞれかぶせて取り付けます。パーツ A と B は似ているので間違えないように注意してください。裏側もぴったりはまっているか確認します。次にタイヤをはめた天輪を車体下部の右側走行にはめ込み、同時にステアリングナックルを車体の突起に差し込みます。次にステアリングナックルを KM ネジで固定します。天輪が少し邪魔になっていますがネジがまっすぐ入るようにします。次に75号で取り置きになっていたパーツ B のステアリングナックル支持部にパーツ F のバネを差し込み、バネを火力を縮めながら走行の裏側に出ているステアリングナックルにはめ込みます。次に支持部を JM ネジで固定します。天輪がスムーズに上下するか確認してください。これで77号の作業は終了です。